ハット P-6B は、アンドロメダ座の方角に、約650光年の位置にあるハット P-6 の周囲を降転する、太陽系外惑星である。ホットジュピターであり、半長軸約0.05天文単位の軌道を、約3.85日で降転している。質量は木星よりも5.7%大きく、半径は33%大きい。 そのため密度は0.558グラムマイリポーセンチメートルと水よりも小さい。2007年にノイズラによって発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて、ハット p 6星系はオランダに割り当てられる、境外惑星系とされ、 2019年12月17日、ハット P-6B は、ナットワケド、主制のハット P-6 は、ステレニクトと命名された。これらはいずれも、オランダの絵画の巨匠の名作に由来して、名付けられており、ナットワケドは、レンブラント・ファン・レインの、フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ、副隊長の市民隊の通称、夜景に、ステレニクトは、 フィンセント・ファン・ゴッホの星月夜にそれぞれちなんで名付けられた。ウィキメディアコモンズにはハット p 6 b に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。